ばんは。急に始まってみたよ。はい、皆様少しお久しぶりでございます。こんばんはです。こんばんはです。はい、私は今日久しぶりに新春公演劇場に、あれですね、でも10日以来だから、まあ2週間ぶりくらい ?2 週間もいかないか。いやちょっと最近本当に申し訳ないですね、皆さんに。なんかもうどうしよう、なんか本当に器用じゃなくて、本当にこんなに不器用だと思ってなかったくらい不器用でした。今目の前にあることでいっぱいいっぱいになっちゃってて、頑張れってコメントとかたまにくれたらすごい嬉しいです。頑張れって言ってくれたら頑張れそうなので、頑張れって言ってください。ありがとうございます。今日はそう、延期になった新春公演今日だったんですけど、そうなのよ。なんかアイドル今日そうですね、なんか不思議な感覚、私って誰みたいな、何なんか誰でもない状態がなかったか、なんかちゃんとアイドルとして、まあ本業、まあアイドルはアイドルだったかんだよね。なんかいや、でもなんかなんて言うんだろう、今日は新春公演ということで、内容な話に内容ななんだそう、みんなと一緒に公演に出たんですけど、でもさ、私さ、私3月の中旬まで舞台の本番が2月の末から3月の中旬なんですよ。だからだから舞台が終わって帰ってきた時に、その同期のサーヤとゆめたんとまなちゃんがもう卒業されてるということで、こんな悲しいことないよね。寂しいな。そう、舞台はね、兵庫県も行くんですよ。なんか初めて、私兵庫県降り立ったことないわ。なんか前にさ、鹿殺しさんのに出させていただいた時はさ、東京公演のみだったからさ、なんかしかもその舞台でその2箇所とかも初めてっていうか、まあ舞台自体今回が3回目なのでまだ2回しか経験したことないんですけど、でもなんかその期間もね、今までで一番長い、その今までやった舞台2個は割と短めだったというか、だから
今回あれ全部で20公演くらいあるのかな、ちょっと長め。そうそう、でも本当にさ大丈夫かなってマジでやばいんだよね。そう、アイドルとして公演に出れるのはそれが終わってからかなになるのかなって多分思ってて、だからよかったら舞台の方でに見に来ていただけたら嬉しいなとね。えなんか寂しいって言っていただけるとさ、ありがたいことに私もなんか NGT の劇場公演ねえ出たいから電気つけよう。でもそうそう、今日も舞台楽しみにしてるよって言っていただけたりするとすごい嬉しいので、ぜひぜひぜひ来ていただけたらなと思います。そう、いや男の子役なんですよ。でこの前あのビジュアル撮影をしてきたんですね。えびっくりすると思うえびっくりすると思う、あのていうか私って気づかないと思う。そう、え私だと気づかないです多分皆さん。ええなる絶対。いや本当でもなんか本当に自分自身とかけ離れているので、もうまあいろんなビジュアルも全部なんていうの、男の子だし、いやなんかあのすごいさ本当あのフ楽しみの気持ちがビジュアル撮影をしてちょっと増えたけど、でもマジで心配で本当に大丈夫なのかなって思ってるし、そうなんですよ。まあでも稽古にね入ってからどうなるかみたいな、うんそうなんだよね。でもねなんかね最近は最近は何をやっているかというのはちょっとまだ言えないんだけど、まあちょっと楽しみにしていただけたらなと思ってるんですけど、すごいね本当に外の世界はめちゃくちゃ不安というか心細さはすごい最初はあるし、いや今もやっぱ NGT があまりにもこう家すぎて、もう NGT ファミリーなんですよ、メンバースタッフさんファンの皆さんそこまでのアットホームなところにずっといるとやっぱなんかちょっと外に出るだけでもやっぱなんかガタガタしちゃう、
大丈夫かなって。でまあ私の性格上よそれがとってもなんだろうなって。だからなんかな定期的にではないけどなんだろうちょこちょここう外に出て一人で頑張るっていう機会ってやっぱりなんかちょこちょこないと私多分本当ダメで今まさになんだけど、でもね今ねはすごいもう本当に素敵なあの方々に出会えたなってなえなんか友達できたんですよ。友達って言っていいのかな、なんか友達とはみたいなところはちょっとあるんですけど、でも今年のその目標が友達を40人新しくね作ることで、であの計算上その40人割る12ヶ月って思ったら月に3、4人作らないといけない計算じゃないですか。でもなんかいけそうだと思ってでもなんかその何をもって友達というかにもよるかなって思ったそれは、うん、でもなぜ40人あ4いや適当です数字ははい。でもなんかね最近こう少しだけ人と喋るということがにあんまりこう苦手意識が薄れてきているというか、なんかそうですね、なんかでもその本当にあこういう世界があるんだとかさ、なんかこういう人もいるんだみたいなさ、なんか人たちがたくさんいてさ、うーんすごいとにかく刺激はやっぱいただいてますね。ただ本当に本当に不安私にできるのかなみたいなこといっぱいある。もうこういうさなんか新しい世界にさすぐこうピョンって飛び込めるような人になりたいなって思います。結果なんだろうなんか舞台とかもさその最初めっちゃ私私できないよみたいな、すごいお芝居もだしやっぱ人間関係ない人間様とたちとこうなんかねやっていけるのかしらみたいな、いややってはいけるんだけどどうしてもやっぱり気疲れはしちゃうなとかで、なんかだん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 それがあんま持たなくなってきちゃった時にあーって気持ちがね落ちちゃうかなとか思ってたんだけど、でもなんかすごいねなんだろうななんか結果すごいこのカンパニーの皆さんとご一緒できてよかったなって今までもなってるから、なんかその人との出会いって大切にするべきだなって思いましたそのそうですね、出会いって大切だなと思います。ご縁というか、うん、なんかアイドルグループに所属してると基本的に同じメンバースタッフさんとずっと一緒にやっていくからね。でもなんかそのそっかお芝居やられてる方俳優さんってそうなんだね、やっぱ当たり前なのかもしれないけど、そのさドラマに出るとかさ映画に出るとか舞台に出るとかっていう皆さん、それは毎回毎回違う皆さんと
お仕事されるわけじゃん。私は基本的に同じメンバーと一緒にお仕事をするけど、毎回毎回一緒にお仕事する人がポン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 変わっていったりとかするってさ、なんかコミュニケーション能力も必要になってくるのか。まあでもいろんな人がいるか、でもね、どうだろうね、ね、なんかどうなんだろうでもなんかその結構あんまりすぐに人と仲良くできないなとか思ってたりとかするしてたけど、まあそんなに最初から仲良くなるのは得意じゃないけど、でもなんか第一印象とさ、こう仲良くなってからの印象が変わった時がさ結構嬉しくないですか。でなんか初めて会った時の話とかをさ、そこでさ仲良くなってからする時の初めて会った時のお互いの印象とか話し合うのって楽しいな、楽しくないですかえ、すごいなんかちゃんと友達できてるのかもしれない。でも本当そうだなって思いました。初めましてってした時のこうなんか声とかさ雰囲気とかでさ、あーこういうタイプの人なのかなみたいな感じでさ、勝手に自分の中で先入観みたいな、あこういう系の、あこの人こうっぽいなみたいなさ。でもそれでなんかちょっとあ怖いなとか、あちょっと自分とあんまり同じ感じじゃなさそうだからちょっと分かんない、分かり合えるか分かんないなみたいな。でもなんかちゃんと話してみたりするとすごいなんか、あ意外とこういう感じなんだみたいなあるじゃないですか。なんかそういう素敵素敵な出会い、ご縁ですねって思って、素敵ですよ皆さん、ご縁は大事だねな話。そうなんですよ。でも今日ね本当久しぶりにお会いできたファンの皆さんと、ね、嬉しかったです、ありがとうです。うん、ご縁大切に頑張ってね。ね、頑張る。今年の漢字を私卵にしましたなんか思いつきなんですけど、久々すぎて涙出た。嬉しい、こちらこそ。そう、卵がすごい好きなので、卵をね食べていこうって思って、プリンも卵が原産じゃないですか。あと卵かけご飯も卵じゃないですか。そう、卵って茹でても焼いても炒めても固めても美味しいんですよ。すごいですよね。だってみんな卵の力を借りるじゃん、何か固めようとする人たちって。
卵がメインなんだろう、卵料理と呼ばれるものじゃなくてもこうつなぎとしてというか、卵が本当にみんなをつなぐ、卵、はい、卵がみんなをつなぐということじゃないですか。すごいなって。くまさんありがとうございます。そう、卵でつなごう友達の わらわら。いやー、なんかふにゃんって感じですね。タラタタタタタタタラテテテテレテテテ。どん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 だるまがコロコロがってる。あ、招き猫さんありがとうございます。これは2月、あ、今1月か。てかなんか1月か なんか割と1月が過ぎて今日で21日目ですか。なんかあれですね、なんか1月になって7日とかってもう1週間経ったのとか言ってたけど、なんか割と1月が濃かったので、なんか21日、ああまあそのくらいかって感じかもしれない。でも2月になるって言われたら結構びっくり。あと1週間で2月になるって今書いてあって、って思うと、あ、10日か、あと10日か、あーまあじゃあなのかな、どうだろう。いやでもそんなことないかも、どうだろう。いやでもなんか最近がこう1月だということは忘れてました。何月なのかとかはあの不明というか考えてなかったですね。まあ、何月ですかと聞かれたら1月ですっては言えるけど、何を言ってるのかな。なんかでもあの そうですね、そろそろ2月になるくらいかなっていう感覚で今日日付を振り返ってみたら21日だったので、まあ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 、まあまあそうですね、私今年の6月で、そうなんですよ、もうだから19歳7ヶ月を迎えるんですよ。もうちょっとで、やばくないはあやばいな。なんかいよいよ本当に20歳が目の前に来ている感じが続々としてきていて、なんかドキドキしちゃいますね。20歳がというか19歳ももう7ヶ月なのかって思っちゃう。あっという間だって、この前まで18歳だったよ。そう、なんならこの前まで13歳だったんですよおかしいよね。でもこのお仕事をさ、こんなにもなんか続けてるんだって、なんだろう、なんか続けてないのを想像
もできないけど、なんか続けてることも想像最初してなかったから、なんだろう、まあすごい、もうね2期生も6年経つんですよね。やばいね。こう NGT の全体の歴史の半分以上がもう私たちがいる時代、歴史じゃないですか。っていうのがびっくりだよねっていうのを前ひのちゃんと話してきた気がします。そうなんですよ。なんか中学生だったから、その中学校というこうレールにところにこう属していたというか、プラスアルファで NGT のメンバーをしているっていう感じだったから、その時とやっぱり今は、でもその学生時代がもう終わったわけであって、で今私は学校には行かず、特にもうアイドルこの業界にずっと一本でいるわけじゃないですか。なんかその感じがやっぱなんか高校生と普通になんかもうしっかり違うじゃないですかね。うわーって、でも思いもちゃんと高校、そうですね、高校入学するタイミングでやっぱ本当にこう本気でやるのって自分にもう一回問いかけて、やりたいって思ったので、そういう高校を選んだりとか。ね、新潟はねあんまりこう大学がそんなに、そうなんか NGT で大学生しながら NGT やってる子はいないんですけど、でもねこういい大、いい大学というか両立ができるようなあればね、もしかしたら行きながらみたいな、いやそれも大変だろうけど、ただでも本当に私は今目の前にあることがで、やっぱちょっともう頭がもう心もいっぱいいっぱいになっちゃってて、そうなんですよ。ただでもたまに友達とかが、あここでできた友達とかじゃないけどが、なんかほら舞台のさ情報解禁あった時とか、おめでとうって言って連絡とかくれたりとか、そう頑張ってねって言ってくれるちょっとファンの皆さんもだけど、あ頑張ろうってなるのでそれに励まされて、そうですね。でもなんか世界には本当にいろんな人がいるんだなって思います。そんななんか世界を知ったようなことをなんか今言ってしまった気がするけど、全然そんなことない、ほんのごく一部なんだろうけど、なんていうの、今私がその見てる世界というか、それでも自分が今まで見たことも体験したこともないような世界だったからすごいびっくりしてて、いやなんかゾワゾワしますね、緊張します。でも本当になんか刺激的な世界にいてびっくりしちゃう。なんかでも私もいつまでもなんかこの実家で過ごしてすごい快適なんですけど、でもなんかこう芸能のなんか世界にいると刺激がやっぱり外から得る刺激がすごいから、なんかこう自分の私生活とかもちゃんとそれに合わせて刺激的な、なんだろう、なんて言えばいいの、なんかでも家に帰ってくるとそのせっかく吸収したこう感覚がなんか
抜けちゃう気がしちゃって、なんかだからちょっといつまでもこの実家でぬくぬくしてるわけにもいかないのかなとか思っちゃったりねしたりするわけですよ。まあかといってでもね、実家は楽なんで。もうなんかほんとせっかくこう学んだとか吸収したこの感覚を手放したくないってすごい思うから、うんね、頑張んなきゃ、はあ、頑張んなきゃ。でも難しいです、お芝居難しすぎて。なんかさ、そのすごい不思議な世界だなって、すっごい不思議なお仕事だなって思う。アイドルとか、まあ、他の子学生の時とかもそうだけど、なんだろう、割とこう落ち込むこととかあっても、その自分と向き合うで、その自分の気持ちを前向きにポジティブにできたら、なんかそれがこうパフォーマンスにも出たりとか、いろいろこう自分として生きるというか。でもそのなんかお芝居は役と向き合わないと、その役に近づけない、なんだろう、あーできない、あーやばいなっていう気持ちになって、気持ちが落ちちゃって、ででも頑張ろうって、まあそれもめっちゃ大事なんだけど、頑張ろうっていう気持ちになったとしても、でもそれ自体はその役に近づけたわけにはならないというか、なんかそれがすごい難しいし、やっぱりでもその演じる役とどのくらい向き合うかどうかなのかな。もう本当にいっぱいやる、なんか正解というか、もうこうなんだろう、もうここまでできたらいいみたいなないからさ、なんかすごいこんな職業他にないなって、自分として生きない時間って不思議。でもそれをこうなんかもっと経験していったら、今まで自分の中であった概念みたいなのを覆すこととか、なんか徐々に、なんだろう、なんかすごいみたいな、なんか発見とかもう驚きとかたくさんで、これをもっと続けていったら今と全然違う世界景色が見えてくるのかなとか。とにかく私は今なんか自分を変えたいなっていう、こうなんかベタなセリフかもしれないですけど、でも本気でそう思っていて、なんか上辺だけでそう言ってるわけじゃなくて、本当に本当に自分を変えたくて、自分を変えられるかもしれないって思ったのが演技だったから、すごい苦手意識というか難しいなって、ちょっと怖いなとまでも思っちゃうんですけど、でもなんかすごい自分のことがなんか嫌いとまではいかないけど、でも自分の悪いところをたくさん知ってたりするから、それを直したい、直したいというか変わりたいなって、今が悪いというよりかはでも変わりたいって思ったというか、難しいな、でもそうですね、
結構その頭で考えすぎちゃう部分が多いから、こう心をで考える、心を動かすことが結構大事じゃないですか、俳優さん。なんかそういうことをやっていく中で見つけられることがいろいろあるんじゃないかなと思って、挑戦をできるだけしていきたいなって思ってて。ねえ、でもなあ、難しいですね。頑張ります、頑張ります。舞台来てほしいな。私かどうか分かる、私だと分かるかどうかいやそれ役名を発表されてるし、ビジュアルをねもう解禁されてから皆さん見に来ていただくと思うので、いやでもうほんとなんか尾越遥を見に来てるとは多分絶対にならないそうですね、だからなんかハルルン頑張ってるなっていうよりかは誰ってなるよ。でもなんかそれを目指してたりもします、やっぱなんか自分じゃない誰かになるので、はい、なのでそうですね、本当に作品を楽しんでいただけるように、そんな感じですかね。よいしょ。じゃあそろそろ壇上の皆さんを呼ぼうかな。13位の方から呼びますね。13位イカッチさん、12位ストーンさん、11位モリさん、10位クリ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 さん、9位ひらりさん、8位としやさん、7位まえちゃんさん、6位ゆうさん、5位ゆららさん、4位ぴょんぴょこぴょんさん、3位かんくろうさん、2位ひよぽんさん、1位スマイルさんです。はい、ありがとうございますということで今日も見てくださってありがとうございます。新春公演のアーカイブは12時になったら公開されるのかなね。じゃあまた見てくださいね。じゃあいろいろそうですね、なんかなかなかあんまり SNS とかがねそんなに更新できてなかったりするんですけど、でも元気に頑張ってるので応援していただけたら嬉しいなと思います。じゃあまたねー。おやすみなさーい。バイバーイ。